それでは、Build Your Custom Observable Operator というタイトルで発表します。ちょっともともとサブスクライバーだったんですけれど、いろいろ逡巡した挙句、オペレーターという名前に変えました。その事情は発表を見てもらえると大体察しがつくんじゃないかなと思います。で、最初にですね、スライドをもう上げてあって、ツイッターで、シェアしてあるので、手元で見たい方は、それで見てください。あと今回は自分が、作ったライブラリーの RX Nearby というライブラリーを、参考に例にして話をしますので、ソースコードを読みたい方は、こちらで見てください。まずですね、カスタムでオブザーバブルやオペレーターを作ったことがあるという人はどれぐらいいますか？自分で作ったことがある人。お、結構いますね。あ、じゃあさらにですね、その前にするべきだった質問で、RX Java のオブザーバブルとかオペレーターがどういうものかって大体分かっている人はどれぐらいいますか？なんか微妙ですね。分かりました。ありがとうございます。ちょっとここでは RX Java の、細かい話とか具体的な話ははしょりますので、なんとなく雰囲気でよく分からない方は聞いていただけたらと思います。普通 RX Java を使う時って、皆さん例えばレトロフィットでネットワーク通信をして、その結果を使ったり、あるいは RX バインディングを使って、クリックイベントを取って何かをしたりというふうに、作業というかコーディングをされると思います。で、そういう時って別に自分でオブザーバブルやオペレーターを作る必要はなくて、与えられたオブザーバブルを他にサブスクライブすればいいだけなんですね。ところが、何かの振る舞いというのを、自分で RX Java でやりたいと思った時、そういう時には、カスタムでオブザーバブルやオペレーターを作る必要に迫られます。つまりですね、何かをこうストリームとして表したい、モデル化したいという場合には、自分でオブザーバブルやオペレーターを作る必要があります。で、そういうことあるのかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれど、すべてのものはストリームであるという名言がありまして、RX Java をやりだすと何でもかんでも RX Java でストリームでやりたくなるという、そういうことですね。で、今回、私が題材にするのは、この Nearby という、API をどうやって、ストリームとしてモデル化して RX Java で扱うかという話です。で、Nearby についてもここではちょっとあんまり詳細は触れないんですけれど、Android の SDK で、Google Play サービスで提供されている API で、音声を使って他の Android デバイスとメッセージのやり取りをするという API です。で、その中でメッセージング API っていうのは非常にシンプルで、サブスクライブとパブリッシュの2つがあります。サブスクライブは、他の Android デバイスから来るメッセージを受け取る方、パブリッシュは、自分から送る方ですね。で、これを RX Java の世界でどういうふうにモデル化するかっていう話なんですけれど、サブスクライブは、結構直感的でオブザーバブルとしてモデル化します。つまり、何かメッセージが来るかもしれないものをサブスクライブして、メッセージが来るたびにこうイベントがエミットされると、そういうものですね。一方、メッセージをパブリッシュする方をどういうふうにモデル化するかというと、実はですね、いろんなやり方があると思いますけど、私はこのオペレーターとしてモデル化するのが一番、分かりやすいんじゃないかと思っています。で、オペレーターは何かっていうのを、ここで簡単に説明すると、こうストリームが2つあって、で、その片方のストリームをもう片方のストリームに変換するっていうのがオペレーターですね。そうすると、上のストリームでイベントが出るたびに、下のストリームでも変換したもののイベントがエミットされるという、これがオペレーターになります。でですね、なんでオペレーターなのって思う方がいらっしゃるんじゃないかと思いますけれど、ちょっとここで、なぜオペレーターにするといいかという話をします。で、ですね、今メッセージをパブリッシュしたいって言ったんですけど、もうちょっと深く考えると、どういう時にメッセージをパブリッシュしたいかっていうことを考えるわけですね。そうすると、例えばユーザーが、ボタンをクリックした時、あるいは何かデータをロードした時、そういった時にこうメッセージをパブリッシュしたいわけです。そうすると、例えばそのユーザーのクリックとかデータのロードっていったものをオブザーバブルとして扱えれば、結局そのオブザーバブルをさらに何か変換していくっていう、そのオペレーターとして、パブリッシュをこう、モデル化できると。ちょっと分かりにくいかもしれませんけれど、
そういうふうに考えることができるわけですね。したがって、その例えばそのメッセージをパブリッシュするっていうだけを考えると、なかなかその RX Java のモデル化ってどうしたらいいかわからないんですけれど、さらにその先のどういう時にメッセージをパブリッシュしたいかっていうところまで考えると、まあ、きちんと RX Java の世界に当てはまると。で、まあ、やっぱり全てのものはストリームであるという名言にたどり着くわけです。で、ちょっとイメージしづらいと思うので、具体的にそのパブリッシュをオペレーターとしてモデル化したときに具体的にどういう挙動になるかっていうのをちょっと説明したいと思います。例えばこの一番上はこのトリガーイベントって何でもいいんですけど、例えばボタンのクリックみたいなこうメッセージをパブリッシュしたようなイベントだったとします。でそれがそのストリームにイベントが1個流れてきますと。あで、それをまあモデル化するのがまあオペレーターなんですけれど、で流れてくるとメッセージをパブリッシュして、パブリッシュし終わったらイベントがエミットされると。でもう一回またボタンがクリックされるかしてイベントがエミットされますと。でそうするとまたメッセージがパブリッシュされて、パブリッシュされた後にこのイベントがエミットされると、まあ、こういう形でですね、こうオペレーターっていうのだけを見ると、まあ、メッセージのパブリッシュっていうのはパッと見えないんですけど、あのボタンのクリックってイベントをメッセージがパブリッシュされましたっていうイベントに変換するっていうふうに考えると、まあ、オペレーターというものがこ うまく当てはまるということですね。はい。で、ここでですね、オブザーバブルとかオペレーターってそもそも何なのかっていう話をちょっとしたいと思います。で、オブザーバブルってこう、まあ、公式な、なんていうのかな、概念としては、一連のイベントをこうエミットするものです。でこの理解は正しいんですけれど、実は RX Java の世界ではオブザーバブルを作るっていうのは、オンサブスクライブを作るっていうことと同じになっています。でオンサブスクライブを作ってこのオブザーバブルクリエイトって呼ぶとオブザーバブルオブジェクトが出てくると。で、例えば RX バインディングとか他のライブラリのソースコードを読むと分かるんですけれど、基本的にこういう作り方でオブザーバブルを作っています。でこのオンサブスクライブって何かっていうと、あのただのメソッド1個だけのインターフェースで、サブスクライバーがサブスクライブしてきたときに、そのサブスクライバーに対してどういうふうにオンネクストとかオンコンプリートと呼ぶかっていうメソッドを、定義しているものがオンサブスクライブになります。で一方ですね、オペレーターは何かっていうと、まあ、概念的にはオブザーバブルを別のオブザーバブルに変換するものになるんですけれど、実装の観点から言うと、サブスクライバーを別のサブスクライバーに変換するものになります。でこれはちょっと後で挙動を見ないとパッと分かりにくいかもしれないんですけれど、重要なことはですね、このオブザーバブルもオペレーターも概念としてはまあ別のものとしてあるんですけれど、実装の観点から言うとサブスクライバーしか出てこないんですね。オブザーバブルの方はサブスクライバーがサブスクライブしてきたときに、そのサブスクライバーにどういうふうにオンネクストとかオンコンプリートと呼ぶか、オペレーターはサブスクライバーを別のサブスクライバーにどういうふうに変換するかっていうのを定義しているだけなので、まあポイントは何かっていうと、まあ、サブスクライバーが全ての中心であるということです。で、これはちょっとリンクここには貼ってないんですけど、ジェイク・ウォルトンの、プレゼンテーションでも、ディスミスティファイング RX Java みたいなそういう、プレゼンテーションで、まあ、似たようなことを言っています。でここからはですね、ちょっと、ニアバイのことはしばらく忘れて、オンサブスクライブとオペレーターの、具体的なこう実装のコードを読んでちょっと振る舞いを理解したいと思います。で最初にですね、まあ、例としては一番簡単なレンジって呼ばれるメソッドのオブザーバブルを例にとります。これどういうものかっていうと、サブスクライバーがやってきたらループ回してオンネクストを何回か呼んで、終わったらオンコンプリートと呼ぶと、非常に単純なオブザーバブルになります。でこれを実際に使った時にどういうふうになるかというと、例えば1から5までの数字を順々にオンネクストするような、であとは標準出力というかログに書くようなこういうコードがあったとします。で最初にサブスクライブメソッドが呼ばれますと。
これが呼ばれるまでは何も起きません。でこのサブスクライブメソッドが呼ばれると何が起きるかっていうと、さっきの、レンジメソッドの中身のオンサブスクライブのこのコールメソッドが呼ばれてサブスクライバーが渡ってきますと。でこのサブスクライバーのオンネクストに1が渡ると、実はこのサブスクライバーっていうのはこの一番下の、サブスクライブメソッドの中身のなので、それの、普通のオンネクストに相当するところが呼ばれますと。であとは順次数字が2345と来て終わったら最後にオンコンプリートと呼ばれておしまいという感じになってます。大丈夫ですかね。でちょっと、マップの方がちょっとややこしいんですけど、まあ、オペレーターの例としてマップを例にとりますと。でマップはどういうものかっていうと、実装はこういうふうになってて、子どものサブスクライバーを受け取ったらそれをこう変換した新しいサブスクライバーを返すというものになっています。でちょっと不思議に思うのは、オペレーターってオブザーバブルを別のオブザーバブルに変換するものなんで、なんとなくこう親を受け取って子供を作るみたいな、そんなふうに思う人もいるかもしれないんですけれど、実際は逆で、子供のサブスクライバーを受け取って親のサブスクライバーを返すっていう、そういう行動になっています。でまあやってることは単純で、親のサブスクライバーのオンコンプリートとかオンエラーとかが呼ばれたらそれぞれ子どもの対応するのを呼ぶだけで、唯一やっていることといえばここの親のオンネクストが呼ばれたら子どものオンネクストを呼ぶんですけど、その時にそのトランスフォーマーっていうのはあのマップオペレーターを作る時に渡した変換を定義するメソッドですね。それを呼んで変換してやってから子どものオンネクストを呼ぶと。でこれでようやくちょっとなんで子どものサブスクライバーを受け取ったか分かると思うんですけれど、結局その何でしょう、子どものサブスクライバーを受け取ってうまいこと変換した後に子どものオンネクストを呼んでやるような、そういう親サブスクライバーを作るっていうのが結局オペレーターで定義することになります。で実際にこれがどういうふうに動くかっていうふうに見てみると、さっきのレンジメソッドの下に新しくマップっていうメソッドがついて、1から5の数字を2倍して1から10にしてます。1,2,4,6,8,10 かな。でこのマップメソッドっていうのは、まあ、パッと見、まあ、マップなんですけど、実は実装的にはリフトっていうメソッドが呼ばれていて、自分でさっき定義したオペレーターに対してリフトっていうメソッドを呼んでいますと。でそれでは、順番にこれがどう動くか見てみましょう。で最初にやっぱり行われるのはこのサブスクライブメソッドのコールですと。これが行われるまでは何も起きませんと。でこれが呼ばれると今度はこのリフトメソッドの中の、オンサブスクライバーが呼ばれます。ちょっとだんだん複雑になってきて申し訳ないんですが、リフトメソッドってのはちょっと複雑なんですけど、結局その新しいオブザーバブルを作っているんですが、その中で定義しているのはこのオンサブスクライブをやっていて、このオンサブスクライブは何をやっているかっていうと、これだけのことをやっていますと。でこれちょっと詳しく見てみるとですね、まずこのリフトメソッドの中のオンサブスクライブが呼ばれると、こう一番下の子どものサブスクライバーが渡ってきますと。でオペレーターで定義された子ども親に変換するっていう操作を適用して、ごめんなさい、新しいサブスクライバーを作りますと。でその新しい親サブスクライバーのオンスタートを呼びますと。いいですか。でその後にこのオンサブスクライブに新しく作った親サブスクライバーを渡すということをやっています。でこのオンサブスクライバーは何かっていうと、実はこのレンジメソッドで作られたオンサブスクライブになるんですね。大丈夫ですか。なんでこれが呼ばれると中でこの新しく作った親サブスクライバーに対してフォーループがこうぐるぐるぐるっと回ると、まあ、さっきのレンジメソッドの中身はこういうふうになっているんですけれど、これのオンネクストが呼ばれますと。でこのサブスクライバーっていうのはさっきのリフトメソッドで作った親サブスクライバーなので、結果的にさっきのオペレーターマップで定義したここの親のオンネクストが呼ばれますと。で親のオンネクスト呼ばれるとマップが変換をして子供のオンネクストを呼んで、その子供のオンネクストはどれかっていうと
この一番下の子どものログに書き込むと、まあだいぶ複雑なんですけれど、結局オペレーターが何なのかっていう話をまとめると、オペレーターっていうのはどういうふうに子どものサブスクライバーから親のサブスクライバーを作るかっていうものを定義しているものですと。で、サブスクライブメソッドと呼ばれると、親のサブスクライバーがこう上のオンサブスクライブに渡されますと。で、結局それはどういうことかっていうと、子どもから親に対して、子どもから親に対して、オンサブスクライブが、どんどんチェーンしていくっていうことなんですね。で、これがポイントで、どういうことかっていうと、普通はオブザーバブルのソースから子どもに向かって順々にオンネクストで、呼ばれるっていう、そういう理解だとみんな思うんですけれど、実はサブスクライブに関しては子どもでサブスクライブをするとどんどんこうチェーンを上っていって親のオブザーバブルに到達して、それからまたオンネクストで下がっていくと、そういう、なんか一回上ってまた下るっていう処理が起きているということですね。はい、以上がオペレーターとオブザーバブルが、どういうふうに動いているかって話で、結構、分かりにくいとは思うんですけれど、これを踏まえてですね、じゃあニアバイの API を具体的にどう実装するかっていうのと、自分でオペレーターを作るときに何に気をつけなきゃいけないかって話をしたいと思います。で、最初はこっちの、サブスクライブの方ですね。で、オブザーバブルを作らなきゃいけませんと。で、そのためには、オンサブスクライブを実装しなきゃいけませんと。で、そのオンサブスクライブの中身を何どうするかって話をこれからしたいと思います。で、これはRx Java 全然関係なくて、ただの Nearby API を頑張って読んだ結果ですね。で、最初にサブスクライブって呼んで、クライアントとリスナーを渡しますと。あとは、リザルトコールバックを渡してコネクトすると、自動的にサブスクライブが行われますというのが、提供されている API です。もうちょっと詳細は細かいことはいろいろあるんですけど、ざっくり言うとこういうふうになっていますと。で、これをどういうふうに RX Java のオブザーバブルというかオンサブスクライブに当てはめるかという話をします。まずですね、このリスナーを変換してこうしますと。で、サブスクライバーのオンネクストをメッセージが返ってきたら呼んであげるようにしますと。まず一つですね。で、さらにですね、失敗した場合、つまり、リザルトコールバックでエラーだった場合にはちゃんとサブスクライバーのオンエラーを呼んであげなければいけないので、それについても実装しますと。で、以上、基本的には以上で、サブスクライブのオンサブスクライブが実装できましたと。ただ気をつけなきゃいけないのは、この API クライアントとか、要するにリソースを何か確保したらアンサブスクライブの時点でそれを開放しなきゃいけないんですね。したがって、この API クライアントのアンサブスクライブとディスコネクトって、これは RX Java 関係ない API ですね、を呼んであげなきゃいけませんと。で、これをどうしたらいいかっていうと、渡ってきたサブスクライバーに対してこの add subscription というのを呼んであげますと。で、そうするとそのサブスクライバーがアンサブスクライブされたときに、きちんとリソースを開放してくれるというふうになっていますと。これが注意点ですね。で、全体のコードはちょっと読まなくていいんですけど、こんな感じになりますという。で、ここで学んでほしいのはですね、オンサブスクライブを作るときはサブスクライブされるまで何もしちゃダメですと。基本的にリソースの確保とかしちゃダメで、サブスクライブされたときに何かをするようにしますと。これは実はちょっとホットオブザーバブルとコールドオブザーバブルの話とかにも絡むんですけれど、基本的にはこういうふうに、用途によりますけど作るべきです。で、アンサブスクライブされたらリソースが解放されるようにしましょうと。で、ちょっと述べなかったんですけど、バックプレッシャーっていう概念があって、これまたややこしいんで、ちょっとここでは詳細に述べないんですけど、それに対してちゃんと対応したい場合は、セットプロデューサーとかを呼んでやる必要がありますと。で、あと下2点はちょっと軽くなんですけれど、サブスクライブオンってなんとなく皆さんなんとなく使ってるんじゃないかなと思うんですけど、
実はこのオンサブスクライブが実行されるスレッドを指定するものなんですね。なんで、結果的にはそのオンサブスクライブの中でオンネクスト呼ぶんで、なんかまるでこう全体のチェーンのスレッドを変えるためのメソッドみたいに、まあ、よく説明であって間違ってはいないんですけれど、何のためにやるかというと、そのサブスクライブ、オンサブスクライブを実行するメソッドを、メソッドやスレッドを定義するためのものですと。で最後に、これは ReactiveX で、オブザーバブルが満たさなきゃいけないコントラクト、契約っていうのはいくつかあるんで、まあ、これに従ってないといけませんと。例えば OnNext は必ずこう呼ばれた順番に呼ばれるとか、そういったものです。で次に、パブリッシュの方ですね。これをオペレーターとしてどういうふうに実装するかという話をしますと。で、ちょっと細かいんですけど、まあ、全体像としてはこんな感じになって、子どものサブスクライバーが渡ってきたときに、まあ、ごちゃごちゃごちゃってやって親サブスクライバーを作って返しますと。で一個一個見ていくと、このまず OnNext のところから上かな、まあ、上の方だけ見ていくとこうなりますと。でポイントはまず一つは、ここで API クライアントを入手していることです。つまりサブスクライブされたときに毎回 API クライアントを入手していますと。でこれは何でかっていうと、作ったオブザごめんなさいオペレーターでなんか変換してできたオブザーバブルを複数のサブスクライバーサブスクライブすることがあるので、そのサブスクライブされたときに、同じインスタンスを共有してしまったりすると、まあ、予期せぬことが起きますと。ディスコネクトされているのになんかメッセージが送られたりとか、で従ってこうサブスクライブされるたびになんか新しく作ってやらないと、まあ、共有されちゃうので気をつけなきゃいけませんというのが1点で、次がですね、親のサブスクライバーを作るときに、コンストラクターのサブスクライバーを呼んで引数に子どものサブスクライバーを与えるのが、まあ、割とオーソドックスなやり方です。でこれ何やってるかっていうと、サブスクリプションを親と子どもで共有します。つまり子どもがアンサブスクライブされたら自分自身のアンサブスクライバーも呼ばれるようになるというものですね。逆に親を、アンサブスクライブしたら子どもも呼ばれるんで、それが嫌な場合はこれは呼んじゃいけないですと。 RX Java でいう と、オブザーブオンとかは、それを嫌ってこのコンストラクターは使わないで、自前でサブスクリプションを管理するようにしてます。で、まあ、今回は特にそういうの気にしないでいいので、引数コンストラクター引数に渡してサブスクリプションを共有しますと。で、OnNext が呼ばれたときどうするか、まあ、子どものサブスクライバーも持ってるんで OnNext でメッセージが返ってきたら、そのまま、Nearby API を呼んで、それがうまくいったら子どものサブスクライバーの OnNext とか OnError を呼んであげますと。でここで注意しなきゃいけないのは、必ず何か呼びましょうと。つまりここの else 説がなくて onnext しか呼ばないっていうのはダメですと。なんでかっていうと、必ずこうチェインするのでイベントが途中で消えないように、onnext とか onerror を呼んであげて何もしないっていうことはないようにしなきゃいけませんということです。であと残り2つは、まあ、この oncomplete と onerror ですけど、まあ、これについては単に子供の呼ぶだけなので、そんなに言うことはないですと。はい。で、オペレーターでもやっぱりサブスクリプションの管理が必要になりますと。で、オペレーターがサブスクライブされたときに、こうなんか、まあ、コネクトとかしてリソースを確保するんで、それがアンサブスクライブの時点で、解放されなきゃいけませんと。で、これは自分で作った親サブスクライバーのメソッドの一部を切り出したものなんですけれど、こんなふうにサブスクライバー自分自身のアッドメソッドを呼んでやって、こういう解放処理っていうのを登録してやる必要がありますと。はい、まとめるとですね、オペレーター自分で作る場合には、OnNext とか OnError OnComplete というのをまあちゃんと呼んでやる必要がありますと。あと、必ず何か確保したリソースと作った親サブスクライバーを子どものサブスクライバーがアンサブスクライブされたときにちゃんと解放してやる必要があります。でポイントなのは親のサブスクライバーもちゃんと解放してやる必要がある
アンサブスクライブを呼んでやる必要があるということですね。でそれはこの下に書いてある、ニューサブスクライバーっていうのを呼ぶと、まあ、簡単にできますと。で、まあ、こういうのを呼びたくない場合っていう話も実はあって、これは細かい文字なんで後で資料で読んでほしいんですけれど、まあ、そういう場合は、この、ブログ記事に書いてある通りにしましょうと。であとはサブスクリプションっていうのは、まあ、同じサブ、作ったオブザーバブルに対して何個も来る場合があるんで、それについても気にする必要がありますよという話です。で、今回のセッションのサマリーなんですけれど、まあ、最初にサブスクライバーっていうのが RxJava の中心であるっていうのを覚えておいてください。であとカスタムのオブザーバブルっていうのは作るのはそんなに難しくないです。リソースの管理とか開放とかにさえ気をつけてあげればそんなに難しくないです。一方、カスタムのオペレーターっていうのはちょっと大変ですと。まあ、サブスクリプションもありますしバックプレッシャーとかも考えると、まあ、結構大変になりますよと。で、RxJava Advanced っていうブログがあります。これは RxJava の作者の一人が書いているブログで、まあ、非常に濃い話がたくさんあるんで興味がある人は読んでみてください。でその中に Pitfalls of Operator Implementations っていう記事があってパート1からパート3までありますと。つまりピットフォールズが、まあ、10何個ぐらいあるんで、まあ、気をつけましょうねって話が書いてあるのでもしオペレーターを自分で作りたいという場合には、読んでみるとすごい勉強になるんじゃないかなと思います。はい、以上でセッションを終わりたいと思います。ありがとうございました。